Hello, this is Hiroshihayashi, Hamamaster, Japan.God sex. 神々の性。男なのか女なのかそれが問題なんですね。えー、古代の神々のです、ね、性を調べていきますと混乱する一方で収集がつかなくなります。男なのか 女ななのかかさっぱりわらないんですねで今日はそれについて整理してみますがですね、えー、マコテさんから先日送っていただきました最近インダスバリーで発掘されたといいますか発見されたこの、まあ、テラクッタがですね大変重要なヒントになりました、まあ、その前にパンティーを履いた神々についてですけども 何もあのパンティを履いた神々はペルシアだけじゃないんですよ。日本の方が古くて日本でも見つかっているんですよ。これは又部さんがあ見つけてくださいましたパンティを履いたあ縄文土偶ですね。よくご覧ください。これが日本の縄文土偶。まさにパンティを履いてますね。ここが重要なんですよ。 で、ところがですね、ウィキペーダーの方にはそんなこと一言も書いてない。南シュメールのテラコッタ像とレリーフにパンティを履いた女性がいると。あると。まあそういうことなんですね。何でもこう外国から来たという考え方は良くないですよ。一本から行ったんですよ。そのことは、まあこの、まあ、少し前にあの作りましたビデオの中で、えー、詳しく説明いたしました。これらは全部、えー、一つの連続性を持ってこれらの土偶がながっています。 まあ、これを土偶の連続性って言いますかね、私が作った表が正しいわけではありませんけれども、こうした連続性を持った土偶を並べてみますと、全体として一つの大きな塊、すなわち、まあ、な統一性を、まあ、がわかるわけですね。そしてこれが、まあ、中央が縄文のヴィーナスですけども、縄文のヴィーナスがペルシャ行き、そして、まあ、ヒタールになって、まあ、イナンナ,ンナ,ナ,ンナンになったということですね。まあ、そうしたその関連性ですよね。 それでこれシュベルの神々。そしてパンティーを履いてると。まあそのパンティーを履いてる、まあ高井東京さんがご指摘くださいましたけど、これが大きなヒントになりました。ということで、まあこのビデオは、まあ、あの、また別の時にご覧ください。ということでですね、まああのパンティーを履いてる。しかもですね、ここで一つ注意しておきたいのが神々がみんな、いわゆるまあ胸が大きくてパンティーを履いた神々であるということですね。男の神様は全然出てこないんですよね。 まあこれが、あのー、おそらく一番、あのー、イスタール、イナンナに一番近い、って言いますか、像だと思います。で、この像もパンティーを履いてるんですね。で、ところがパンティと言いますとですね、ちょっとあの誤解があるかもしれませんけれども、えー、こういうパンティーを想像するわけですよね。しかし、 こういうパンティーでもないような気がしますね。まあ、順にあの、過去の、って言いますか、エンシャントの、あの、これはペルシア周辺って言いますかね、あの、バビロニアそれからした、あの、メソポタミア周辺で見つかっている像なんですけども、このパンティーの横がですね、紐になっているんですね。 で、これはあんまりないんですけど後ろから見た姿を探してみたんですけどね、わからないんですけどね、まあ、あの、紐ですからね。ですから、私たちはパンティーというとこういうものを想像しますけども、古代の神々はこういうパンティーではなくて、こういうパンティーを履いていたというふうに考えられるわけです。まああ、こういうパンティーなのですね、まあ、そういうパンティーです。で、両性具有っていうのをですね、あの、あるわけですけども、 タゴさんたち、それからランスさんがですね指摘してくださいましたけども、体は女性なんです。まあ、し,しかし、まあ、ついているものはついていると。フェムクロフロディティスっていうんですけどこれはあのー、アフロディティの息子になるわけですけどもね、あのー、いわゆるその両性具有。体は女なんだけども、ついているものがついているというわけですよね。 でこれが良性具有なんです。まあ、こういうことがですね、古代には多くあったということになりますよね。まあ、こういうことが、まあ、今の私たちにはち想像もつかないことですけども、これも一つ考えに入れておかなくちゃいけないわけですね。体は良性だけども、ついているものがついていると。これは良性具有っていうんですけどもね。で、もう一度パンティーを履いた女神に戻ってみますが、 まあこれがシュメールの神々ですね。私は右がまあ女性タイプ、左が男かなっていう感じはしますけども、やっぱりこう胸が大きいんですよね。両方とも胸が大きいわけです。まあ男女という区別がつかないわけですね。これもパンティを履いてますよね。そして胸が大きい。パンティーを履いてますね。パンティーを履いて胸が大きい。 パンティーを履いて胸が大きい。まあ、パンティーと言いましてもね、紐パンティーですよね。ですが、後ろから見てもわからないでしょうね。これ、どんな形かは。残念ながらね。まあ、紐だから表現してあるかどうかという問題もありますけどもね。で、胸が大きくてパンティーを履いてると。これが、あの、いわゆるその古代の神々の性なんですね。胸が大きくてパンティーを履いてる。ということなんです。よくご覧ください。 となると分かんなくなってくるんですけども、実は両性具有だから、これがもうそういった、稀、ま、にこんなのがあるんですけども、ペニスと、それから、ジョイントで二つをもった合わせ持った像もあるんですね。これなんかまあ、非常にこう露骨に表しているものなんですけども、ギリシャ彫刻なんですけども、ペニスがある。しかしその向こうには、ジョインがあると。なんと言って表現していいか分かりませんけども、で、そうしたその絵も、あ数多く残されていると。 男性器と女性器と両方を合わせ持った、まあ、誰でしょうかね、これは。で、インダス・バリーの話に戻りますけども、エンシャント・オリジンというので、まあ、このマコテさんが、あの、紹介してくださったんですけども、エンシャント・オリジンにですね、こうした、まあ、テラコッタが、まあ、見つかったと、前から見つかってたんですけども、鑑定の結果、まあ、あの、インダス・バリー、インダス文明の時代のものであることわかりました。続くビデオの中で詳しく、あの、 説明いたします。ここに中央に座っているのが胸が大きい。私たちは女神というふうに短絡的に考えやすいんですよね。胸が大きい人はみんな女神ということになるわけです。ところがですね、あのこう比べてみますと、これはですね、インダスの、インダスの,そのやってきたそのエイリアンはですね、あのシメールの髪と同じ顔なんですね。まあ、いろいろ精査してみますと、 ご覧くださいね。これが一番似てるんじゃないかと思いますけども、要するに、まあ、あのインダースへはシュメールの神々がやってきた。そのシュメールへは日本から行ったんですよ。で、このエンシャントオリジンにはそ、そのことが説明してあるんですけども、ここで気になるのはですね、この記述なんです。まあ、途中であ出てきますけども、一列ごとに男、女、男、女と並んでるっていうんですよね、まあ。そういったその説明もがあります。それは続く,続くビデオの中であの詳しく翻訳いたします。 で、ここでもう一回見ますと、確かにこの頭の高いその超頭エイリアンと、それから低い、まあ、ヘルメットをかぶったのが並んでいると。で、これは女性であり、これそしてその間に男が座っているというふうに、説明にはありますけど、ここでおかしなことが起きるわけです。超頭人間は全部胸が大きいんです。ご覧ください。 でしかしですね、その、頭が低い、小さい、まあ、に、あの、男と言われてる、その、テラコッタはですね、胸の大きいのもいれば、小さいのもいると、両方いるんですよ。まあ、よくご覧くださいね。で、あの、黄色いのはみんなの胸が大きいです。 そして、青いのはですね、あの一あの真ん中の上があの胸が大きくて、あとが小さいとかねあの、よくご覧くださいね。ということになってきますと、私がこれを思ったように、これはですね、あの胸が大きあの頭の大きい超人間は全部エイリアンで、そしてあの頭の低いちあの、小さいのは、まあ、宇宙服を着た、あるいはヘルメットをかぶった人間であると考えるのが妥当じゃないでしょうか。 というふうに私は考えましたね。そしてこっちは上と下を比べてください。上が胸が大きくて下は胸が,胸が小さいでしょということはおかしいわけですよね。あの、女ならみんな胸が大きいはずですから。男ならみんな胸が小さいはずですからね。ですからこうした矛盾が生じてきますから、私はここで大きなヒントを得たんです。というのはウェイリアンはみんな胸が大きかったわけですね、このように。いわゆる女性系の胸をしてたわけです。そして、もう男も女もない。これこ,こでは区別はできないということは、 この、まあ、いわゆる同性具有であった可能性が非常に高くなった。一方、人間の方はですね、男と女が分かれていたということなんですね。まあ、結論から言いますと、まあ、体だけでは男と女とは区別はつかないわけですね。しかし、ついているものはついている。いわゆる、この、これが神々であるとするならば、これも、あの、ハイマフロディティスですけども、まあ、あの、アフロディティの息子になるわけですね。ですから、まあ、男か女かということを論じても意味ないわけですよね。 そして古代の神々って言いますか、エイシャントの神々は、まあ一応って言いますか、全員、女の体をしながらついているものがついている両性具有だということなんです。まあそのようにまあ今は結論を出しておきます。あの、またこの続くね、あの、まあこの、くな,なってますか、さらに証拠が集まれば詳しいことはわかると思います。古代の神々は女の体をした、男性器を持った両性具有であったということになります。Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Makote and Hiroshihaya Shi Japan.Cornhead Aliens in Indus Valley. 皆さん、こんにちは。インダス側の流域のですね、まあ、インダスバリー谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけれども、それがわかりました。 マコテさんがですね、エンシ i ントオリジン g という、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけども、その中にですね、まあまあ、この中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました。 まあそれを今日翻訳して皆さんにお届けしますけども、なぜこれが重要な意味を持つかというとですね、今までそのインダース、まあ、文明を築いた、ね、エイリアンが誰であるかよくわからなかったんですね。しかし、これで、まあ、ほぼと言いますか、わかったということですね。まあ、それを翻訳してみましたので、お読みください。まあ 平行して話させていただきますとですね、まあ要するにシュメール人、まあいわゆるそのいろんな説がありますが大きく分けて、私が今のところ把握しているのは3人のエイリアンですね。1人はレプタリアン、もう1人はコーンヘッド、で、もう1人はトール・ワイトですね。まあその他にいろいろな混合種といいますか、 ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、太古の昔、地球にいたのは、この3人の、いわゆるまあ3種類と言ったらいいのでしょうか、エイリアンということは分かってきました。で、その中でもですね、特にインダス川流域のエイリアンは、 わからなかったんですね。で、インダスあの文明の、まあ、そこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ、文字がですね、一致しているということは、まあ、これは考古学上証明されているわけです。まあ、私がずっと調べってきたところ、インダス側のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、 あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるってことまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インド、インダス側のですね、エイリアンが誰であるかってことについては、謎のままだったんですね。しかし、 コーンヘッドということになりますと、イースターとエースの文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけども、コーンヘッドということになるわけです。もちろんコーンヘッドもは日本へも来ていました。ハニワの中にはコーンヘッドを思わせるハニワが見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、 まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、もも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘト、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかは、まだ謎のままですけども、ともかくもインダス・ バリにですね、コンヘッドが関与していたということが今回分かりました。まあ皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス川で発見された、まあ、実に不可解な土器、まあ、ということになりますね。テラコッタです。まあそしてあのエイリアの世界では 男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですね。あの、私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあ、どういうことですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前に、この乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あのー、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目がね細くて長いことで体つきも非常によく似てますねそれからあのボタンのような目のあ丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアンと見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そして、このシュメール人が、実はインダス・バリーへも来ていたということになります。インダス・バリー、まああの、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そして、その中には整然と乗組員が並んで座っています。 これをその船であるとかというのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見えましたけれども、バビロニア、もう少しあの南の方を占めるというんですけども、バビロニアとインダスバリー、距離は 2350km です。 まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダスバリのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye.